レット、行くわよ。はい、日本のブルー。注目の一番人気、一番ニコノブルボン。始動します。晴れ渡る空の下、今スタートが切られました。各ウマ娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿とミホノブルボン、この2人が競り合っているぞ。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン。1馬身さん、18番内から内から、8番2馬身、3馬身開いてエアグレーブ。1馬身さん、16番その内並んで、15番第1コーナー回って第2コーナー、前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭は依然サイレンス鈴鹿、2馬身リード、続いてはミホノブルボン、そしてエアグレーブ。1馬身さん、8番16番続いている、それを見るように18番15番並んでくる、それを見るように5番後ろ、11番向こう正面に入って、先頭から進化までおよそ17馬身、順位を振り返っていきます。依然先頭はサイレンス鈴鹿、続きましたミホノブルボン、2馬身さん、エアグレーブ。2馬身3馬身開いて、15番外を通りまして16番5番並んできた、その後ろから8番すぐに続いて18番外から外からグラスワンダー、そしてその内を回って11番、あとは13番1馬身さん、12番そしてその内を回って7番、さらには14番、さらに9番6番内から行く、後方2番手に10番3番、最後方からのレースになりました。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ、ここから捉えることができるのか。ギリギリ詰める日本のブルボン。さあ、2番の舞台はこれから差がある。起動開始、リミッター解除、セット、オールフル。ミホノブルボン始動。おめすられサイレンス鈴鹿、ミホノブルボン強い、強すぎる、完全に抜け出したミホノブルボン。先頭はミホノブルボン、これは強い。残り200、逃げるミホノブルボン、リードを開いていくミホノブルボン。ミホノブルボン強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。一着はミホノブルボン、最後はヘロヘロになりながらもなんとか逃げ切りました。2着はサイレンス鈴鹿、3着は15番。全機能確認、オールクリア、完璧な勝利。